ンタンです。今日もですね、白石湖に来ました。今日は第二竹丸さんっていうところの塗装屋さんに来ました。ホームページは持ってないんですけども、電話をかけて LINE 登録してもらったら超過が見れますので、ぜひ一度電話してみてください。どうやって超過見るの？なんか LINE の竹丸さんとこのトップ画面のなんか投稿っていうとこがあって、そこを押したらなんか見れます。なこと、はい。で今日もちょっと白石湖で、前回山水祭で、前回はあれかな、ちょっと今日はお客さん乗ってますが、あそここの辺、はい、かな、はい、はい、よくおるわ、なよくおるわ、雨やのに、うん、はい、今から雨降ってくるな。あ今日もね、親方に出会えるかどうか分かりませんが、もうおって、おったちょっとワクワク、すでにおって、ワクワクドキドキしながらね、釣りをしたいと思います。はい、はい、ここイカもなんかおるんかな、炭のあったやろな、これこれ炭のあったやけど、こんな水っぽいところにイカがおるんかな、なあ知らんだな、うん、謎です。はい、はい、ということでね、はい、とりあえずちょっと用意をしたいと思いますので、準備開始。はい、本日のエーサーです。ボケ、ファミリーエビ、オキアミ、ボケ違う、カメやで、激アラとカメです。こんな感じ、カメジャコで、カキをいただいたので、ちょっとカキチヌやってみたいと思います。団子は写真をどうぞ。今回は餌吉さんの団子、プレミアムのブルーステージと普通のイエローです。でイエローは多分半分ぐらいしか残ってなかったので、そこに向いてチヌベスト、チヌグルメ、チヌスパイスを混ぜました。そんな感じです。先ほどの団子ですが2人分になっております。さっちゃんが言い忘れていたそうですよ。完成したのがこちらの写真です。思ったほど粘りはなかったそうなので、アミエビで粘りを出したそうです。パッサパサではなく、しっとり系な団子だったそうですよ。割りたい時にスッと割れる団子になっていたそうで、コントロールもしやすかったそうです。いってらっしゃい。第1投目もう下から、はい、重りは 0.5、 はい、ニューリール、かかった見た、違うな、うん、あ、キビリやキビレキビレも一応チヌに入りますが、どうされますか。キビレ釣りました。第一フィッシュちっちゃい、キビレかわいい、ほら手に入るよちゃんと、ほんま、はい、え、どうすんの一応チヌやから一匹目チヌスカリに入れるそうです。はい、入り返したで、うん、行ったんじゃん、こっちにな、これはありえない、バイ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 ロープの、ロープ、そこや、
ちゃめちゃ大きいの釣るの。なんでなの？まずい。私がチヌガって言わなかった。名前書いてない。書いとくわ。あんた釣った後。やっぱそっちに。な。なんで？そっちに行った。現釣りできるこれ、うん、冬の数釣り2匹目、またこれもうちょっとちっちゃないか。違う、これは。カキチヌで、これはやめてよ。ハリ6号やで。なあ。いや、こっちで撮ってるで。これ。わかります？このちっちゃいの。これ海に返すよ。海に返していいの？スカリ入れんの。
でもじゃあ2匹目するよ。違うようなやつ。なんだこれ。あ、ボラや。ボラ？え？こいつなんかサナギヤと、もうこいつやな、うん、あった上に なあ、
する前にスカリなんか入ってしもたわ。残念。じゃないよ。チルだよ。続く。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。ご視聴